はい、では主イエスを喜ぶことは賛美しながら捧げ物しましょう。主イエスを喜ぶことはあなたの力です。感謝を捧げることはプリントしてきました。はい、皆さん1枚ずつ取ってください。はい、はい、1枚ずつ取ってください。はい、分けて皆さん。そう、今日はですね、あの詩編の23編です。今年はずっと詩編のお話をしてますけれども、もう今日23編をやるということは最初から決まってました。もうこのロケーションで23編の話をしないわけにはいかない。ここ以上に23編を話すにふさわしいところはないと思います。まあ、もし詩編の23編といえば皆さんも多分暗記してらっしゃるぐらいね、有名なところですね。はい、もう詩編の中の詩編、これ以上に有名な歌はないぐらいの有名なところです。行きましたか？みんなありますか？1枚ずつ行った？行きました。はい、はい、では最初ね、皆さんで声を合わせてここの23編全部を読んでみたいと思います。賛歌というところね。賛、はい、賛歌ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、
私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。アーメン。この歌を作った人は最初に書いてあるようにダビデ、であります。ダビデについては先週の日曜日からお話をしておりますけれども、イスラエルの2代目の王様になった人です。それだけではなくて、彼はイスラエルのスターで、今もこの21世紀もイスラエルのスターであり続ける人です。で、最初の王様サウルという王様がおりましたけれども、この最初の王様はせっかく神様に選んでもらったんですけれども、ですごく背の高い、体格の立派な人でした。王様としてその姿はふさわしい。王様というのは一番の仕事は戦いに行くことですから。しかしサウルは あまり苦しい思いをせずに、割と簡単に王様になってしまったっていうことが、もしかしたら災いしたのか分かりませんけれども、王様になってすぐに神様の教えに反してしまって、もうこのまま彼を王様の地位に置いておくことはできないと神様が彼を見限ってしまいました。まだサウルが王様であるときに、神様はその次の王様を選ばれたんですけれども、それがダビデでした。彼はまだ10代でありました。15歳ぐらいかな、もうちょっと若いかもしれませんけれども、先週お話したように、サムエルというですね、王様を選ぶために神様が建てられた人が、ダビデの家に次の王様を選びに行ったんですね。で、7人の息子たちがサムエルの前に立ちましたけれども、神様はみんな違う、7人全部がサムエルの前に立ちましたけれども、神様はこれは全部違うと言われて、でお父さんであるエッサイに、もう息子はいないんですかって聞いたら、もう一人いると。もう一人はまだ小さいし、大した子じゃないので羊飼いをやらせてる。で、じゃあその子連れてきなさいと言って連れてこられたのがダビデでした。ダビデはでも十分に、立派な、まあそれほど大きくはありませんでしたけれども、立派な姿をして、目が澄んでいた素敵な青年でした。神様はこのダビデを王様に選ばれるんですけれども、彼は羊飼いだったんですね。そしてどうやらこの羊をの番をしながら盾事を弾いていました。盾事っていうのはこのギターの原型になった楽器です。これが縦に持ったら縦ごとですね、横に持ったらギターです、うん、本当にそんな、これほどなんか整った形でしてませんけれども、本当にこのギターの原型になった楽器なんです、ね、だから、まあ、私が今こうやって弾いて歌ってますけど、これこのまま3000年ぐらい戻すとダビデになるわけですね、うん、だから今日はダビデだと思って私を見ててください。でダビデは羊の番をしながら、このまあ目はね、目配せをして羊が大丈夫かなと思って見てるんだけども、手はこの楽器を弾きながら、そしてこう神様を褒めたたえる歌をたくさん作っていたと思うんですね。でその彼が羊飼いであった時のことを土台に作ったのがこの歌です。ただこの歌はおそらくダビデがだいぶ年を取ってから作った歌だと思われます。
決して若い時に作った歌ではなくて、いろんな経験をこれからダビデはするんです。次の王様に選ばれたけれども、すぐには王様になりませんでした。本当にいろんな苦しい思いをして、ようやく王様になるんですけれども、そのダビデが、波乱万丈の人生をだいぶ終わりの頃にですね、多分この歌を作ったと思います。長い人生をが終わりになった時に、彼が思い出したのが自分が羊飼いであった時のことだろう。そして彼は自分の人生を振り返りながら、ああ私の羊飼いは主なる神様だったなっていうことを思ったんだと思います。それで主は羊飼いと彼は言ったんですね。で、よく私は羊の話をしてますから、よくご存知だと思いますけれども、羊っていう動物はここにも書いてありますが、一人では生きていけない、一匹では生きていけない動物なんです。自分で餌を探すことができないんです。ここに羊がいても大丈夫ですけど、このイスラエルという国は、特にダビデがいたあたりっていうのは、この下に写真がありますけど、こんなとこなんですね。こうやってどこにも草が生えてるわけじゃないんです。ところどころに草が生えている。でも羊は自分で羊この草を探すこともできませんし、こうやってあちこち水が流れてるわけではないので、水が湧いてるところを見つけることもできません。また非常に弱い動物です。家畜になってしまっているので、自分で自分の身を守ることができません。足もそんなに速くはない。すぐに追いつかれてしまう。で、羊って角がありますよね。ここにもあります。このイラストにも載ってますけど、そういえば今年羊年ですよね、羊の角ってこうぐるぐる巻いてるので、戦いに全然向かないんです、あれで刺せないですから、ぐるぐるなって、むしろこの角がヤブとかに引っかかって動けなくなっちゃうんです。本当に自分で何もできない弱い動物なんです。さらに人間が羊の毛を、今日はウールの人は多分いないと思いますけど、毛を洋服に使うためにですね、毛がよく伸びる羊をどんどんこの、交配して作ってったんですね。だから毛がものすごいボワボワに伸びるわけです。今日うちの犬が来てますけど、今日あの犬も1年散髪してないのでだいぶ伸びてます。でもあの犬は毛がまっすぐですからまだいいですけど、羊の毛はこうカールしてますからね。だから毛が伸びるとますます動けないんですよ。重くて動けないんです。だから自分で餌も探せないし、水も飲めないし、敵から身を守れない、本当に情けない動物なんです。だけど人間にとっては役に立つ動物。その毛も肉もお乳も油も全て捨てるところのない、素晴らしい動物なんですね。だから羊にとっては羊飼いがとにかく大切です。羊飼いこそが羊が生きていくための生命線なわけです。ダビデは自分が羊飼いだったから、羊にとってどれだけ羊飼いが大切かということをよくよく分かってたわけです。で、自分の人生を振り返ってみて、ああ私も羊と同じだったなと、何でも自分で手に入れると思っていたけれども決してそうではなかった。自分で自分の身を守っていたようだけどもそうではなかった。主なる神様が必要を備えてくださって、主なる神様が私を敵から守ってくださったっていうことを振り返りながら、主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、この青草の原に休ませてくださった。憩いの水のほとりに伴ってくださった。そして魂を生き返らせてくださった。まさにこのシチュエーション、この状況こそがですね、羊であるダビデの幸せというか至福の状況なわけです。
そしてその後主は皆にふさわしくということで、実際に彼の人生で神様がどうしてくださったかということを書いてます。ここに説明してますけれども、まず正しい道に導かれた。この写真を見ていただいたら分かるように、こんなところに迷い込んだらですね、自分がどちらの方向に行っているかさえ分からなくなります。見通しが利くところならいいけれども、もうこのユダの荒野っていうのはです、ね、全部谷なんですね。だから一回入っちゃうと、もう右も左もっていうか北も南も分からなくなる。だから羊飼いが正しい方向に導いていかないと、もう行った先に水も食べ物もなければ全滅してしまうわけです。でもダビデは自分の人生も本当に迷路のような人生だったけれども、神様が私を常に正しい道に導いてくださった。自分はもうここしか見えなかったけれども、神様はうんと先まで見て導いてくださった。また死の影の谷を行くときも私は災いを恐れないと言ってます。こういう地形ですから、すごく危険なところがあるんですね。獣が待ち伏せをしていたり、また強盗がいたり、いわゆる死の影の谷、もうそこを通るともうあとは死ぬしかないというようなところもあったようですね。死の影という、そういうところを通るときにも羊飼いである神様が共にいて守ってくださったので、私は恐れる必要がなかった。あなたが私と共にいてくださった。目には見えないけれども、いや見えないからこそ離れずに共にいてくださった。安心して人生を歩むことができた。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。皆さんも羊飼いの絵を見たことがあると思いますけどね、杖を持ってますね。長いね、仙人が持つような長い杖を持ってます。実は長い杖と短い棒みたいなものを持ってるんです。鞭というのはこの短い棒みたいなものなんです。でこの長い杖と短い棒で羊を叩いたり、そっち行くなって言ってこう引っ掛けたり、また悪い動物が出てきたりするとそれを打ち倒したり、もう羊飼いにとってはこの2本の棒が武器であるし、また羊を守るものであるし、羊を教育するためのものでもあるわけですね。ダビデの人生も随分とやんちゃをやりました。たくさんの失敗をしました。でもその度に神様がこの鞭と杖で自分を叩いて自分を育ててくださったっていうことを振り返ってるわけです。神様を信じる人生というのは、いろんなことがあってもそれは全て神様が私のために備えてくださったものだということを感じることができる人生なんです。なんでこんな嫌なことがあるんだろうか、なんでこんな苦しいことがあるんだろうかと思う必要はないんですね。神様がそれは私を育てるために備えてくださっているんだ、そう感じることができるわけです。また私を苦しめるものを前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。前の聖書の訳では私の敵と書いてあります。目の前に敵がいる、でもその目の前に敵がいるところで神様はご馳走を準備してくださる。普通そんなことはありえないですね。目の前に敵がいるんだから、いつ攻めてくるかわからない。でも神様と共にある人生は、目の前に敵がいるように見えても何も恐れることなく、のんびりとご馳走を食べることができるような、そういう神様からの養いがあったんだ。そして私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださった。この香油を注ぐというのは、王様として任命されるという意味がありますが、おそらくここは旅人をもてなすときに香油を注いだみたいなんですね。乾燥しているところだから、まあ、今で言えば、今日は紫外線が多いですけど、この日焼け止めクリームを塗ってくれるみたいな。今日塗ってますか皆さん、日焼け止めクリーム塗ってますか、私は何も塗ってないです。でも私の頭に恋する、私の杯をあふれさせてくださる。つまり神様はいつも私に余裕を持って豊かな人生を送れるようにしてくださっている。神様を信じる人生っていうのはいつも余裕があります。
豊かなんです。あ、何が起こるかもう心配、朝から心配で心配でしょうがないということがありません、ね、もう危険が目の前に迫っていようが、大きな顔して、ゆっくりご飯食べてガガ寝たっても大丈夫なわけですね。神様は共にいてくださる。そういうことを彼は振り返って、そして最後にこう言ってますね。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追うと書いてある。恵みと慈しみは私を追いかけてくると。私が探しに行かなくても、いやそこから逃げようとしても、神様の方から追っかけてくれる。どこに行っても、それこそ地獄の底に行くようなことがあっても、神様の恵みと慈しみは私を追いかけてくる。なんというこれは幸いでしょうかね。この神様は私たちが一生懸命お願いをして、たくさんの捧げ物をして、体を傷つけたり苦しんだりして、何回もお願いすれば私たちに恵みをくださる神様ではないんです。何もしなくていいというか、いやむしろ神様の方から私たちに恵みと慈しみを注ぎ続けてくださる。だから神様の恵みと慈しみから逃げることはできないんです。試しにやってみてください。ダメなんです。どこに行ってもダメなんです。どんなに失敗してもダメなんです。ダビデは大きな失敗を犯した人ですね。だけども恵みと慈しみは追っかけてきたと振り返って言ってるんです。こんな自分でも神様は私を捨てなかった。だから私たち誰一人心配する必要はないんです。こちらから探しに行く必要はないんですね。だから最後にこう言ってますね。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。もう神様が追っかけてくるんだから、もう諦めて、もう神様の家に私は留まって、そこに生涯を過ごそう。こんなに素晴らしい羊飼いが私たちにはおられるんです。で、今日皆さんに聞きたいことは一つだけですね。最後に書いてありますけど、あなたには羊の自覚がありますかっていう。皆さん羊ですか？羊ですか？違う、メーって言わないと。やられましたね、うん、メーって言わないとね。羊ですか？あ、OK です、はい、これですよ、羊の自覚ね。泣いてますけどあそこでね、うん、自分がちょっとでも何かできるんじゃないか、自分の身を守れるんじゃないか、いや自分がどこにでも行けるんじゃないかって思うと人間は失敗するんです。そうじゃなくて、自分は羊なんだ、自分では何もすることができない、自分一人では生きていけないんだ、自分は弱い存在なんだ、生き物なんだいうことを認めて、羊飼いである神様の声に耳を傾けていけば、私たちの人生には何も恐れることはありません。何も心配はない。どこに行っても一人ではありません。どこに行っても食べ物があって、どこにでも余裕があって、神様の愛が満ちている。今日はこの青草の花で、どうぞ皆さんゆっくり草を召し上がって、この水をね、ま、嘘ですよ、飲まないでくださいよ、うん、この神様の羊飼いである神様のですね、声に耳を傾けて、この群れはこの素晴らしい羊飼いのもとで導かれていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、心から感謝をいたします。主は羊飼い、何も欠けることがありません。あなたは私を荒草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴ってくださいます。
私の魂は常にあなたによって生き返らせていただきます。この素晴らしい羊飼いに私はついていく。どうか自分が少しでも何かできるかのように思ってあなたのもとを飛び出すことがありませんように。しかし私が迷ったとしても良い羊飼いであるあなたは99匹の羊を置いても探しに来てくださいます。恵みと慈しみは常に私を追ってくる。なんという幸いでしょうか。神様、この素晴らしい羊飼いを心から感謝をし、私たちはこの羊飼いに飼われる羊であるということを自覚して、今日もまたこの週もこの地上最後まで歩んでいくことができますように、この素晴らしい礼拝の時を与えられたことを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、では最後に、週報に印刷されてますけれども、我が魂の羊飼いを歌って終わりましょう。我が魂の羊飼い、あなたにすべて委ねます。主の声に聞き従い、どこまでもついてゆく。静かな牧場、誰のそばも主は私と共に。険しい山も雷谷間も主が私を導く。主が魂の羊飼い、あなたにすべて委ねます。主の声に聞き従い、どこまでもついてゆく。静かな牧場、流れのそばも主は私と共に。険しい山も暗い谷間も主が私を導く。静かな牧場、流れのそばも主は私と共に。険しい山も暗い谷間も主が私を導く。